肥満税とは、肥満を増加させ健康に影響を与える、可能性のある飲食品に対しての課税である。一般に、飽和脂肪酸や砂糖の加えられた飲料への課税が検討、施行されている。加工食品に課税するのではなく、その原材料である甘味料に課税する方法も提案されている。2016年に、世界保健機関は、 砂糖が添加された清涼飲料水に20%以上の課税を行えば、肥満、糖尿病、虫歯を抑制するような消費の削減が可能であると提言した。2010年にルーマニア政府はジャンクフード税の導入を発表した。デンマークでは2011年10月1日から、飽和脂肪酸が2.3%以上含まれる食品に対して、 飽和脂肪酸 1kg あたり16クローネを課税し、施行前には飽和脂肪酸の多い食品であるバターやピザ、肉、牛乳といった食品に買い込み需要が高まった。日本の農畜産業振興機構ではこれを脂肪税と表現している。2012年11月に撤廃を発表、12月末をもって廃止。食品価格の高騰を招いた上、 隣国のドイツ連邦で国民が国境をまたいで買い物をするようになってしまい税導入に何の効果もなかったためである。ハンガリーでは2011年9月1日砂糖や塩分の多い飲食品に課税する通称ポテトチップス税が施行された。フランスでは2011年12月28日より砂糖の添加された炭酸飲料に課税する 通称ソーダ税が承認された。カリフォルニア州バークレー市では、住民投票により2015年1月1日から、ソーダ税を開始することとした。課税額は1オンス1セント。ソフトドリンクの消費は半減。水の消費量が増加してきた。2017年から、ペンシルベニア州フィラデルフィア市で、砂糖が添加された飲料へのソーダ税を課税する。2017年から、 砂糖の添加された飲料に課税する。2018年4月より導入する子供の肥満防止のための砂糖の添加された飲料への課税案があり、メディアは砂糖税と評した。タイが2017年に甘味料を加えた清涼飲料水に課税を開始した。フィリピンも2018年より同様に清涼飲料水に対して課税を始めた。ありがとうございます。